旅行第50潜水艦は、日本海軍の潜水艦、旅35型潜水艦の16番艦、同系艦で終戦まで活動した、唯一の艦である。1942年の昭和17年度計画により、1943年2月18日、三井玉野造船所で起航1943年11月27日、浸水。 1944年7月31日に、巡航し、二島潜水艦に類別。同日、舞鶴鎮守布石となり、訓練部隊である、第6艦隊第11潜水船隊に編入された。11月5日、第34潜水隊に編入。19日、両50は、クレを出港し、ルソン島を東方沖に進出し紹介。22日、 味方水蒸気の誤爆を受ける。水蒸気は爆雷2発を投下するも、震度40メートルの位置まで先行して回避した。25日、ラモン湾北東150海里地点付近で、浮上構想中、13号電探が起動する、米艦3機を捕捉したため、追跡。5時間後、先行中に推進機を投聴取その後、空母3。 駆逐艦8の米機動部隊を発見する。その後さらに接近して、潜望鏡観測をしたところ、800メートル先に沈んだはずの米空母ワスプラシ機関を発見したため、魚雷4本を発射し、震度80メートルの位置へ先行。間もなく大きな爆発音がして、2分間ほど船が沈む音を聴取した。この頃、米戦艦ワシントンが先に通過した。 魚雷二本の功績を発見している。その後、旅50は、米護衛空母1、駆逐艦1の撃沈を報告したが、連合軍側に該当する艦船はない。12月27日、クレに到着。1945年1月23日、旅50は、クレを出港しる村東東方に進出。ご出港の際、第6艦隊司令、三輪の重吉中将ほか、 第六艦隊首脳部の見送りを受けた。2月1日、レーテ島付近で輸送船を発見し追尾するが、その後相手が病院船であったため追尾を中止した。3日、ルソン島東方で、兵員輸送を終えて、マヌス島に向かう輸送船団を護衛していた、米護衛駆逐艦ティスデールが、旅50をソナー探知し、攻撃を行った。旅50は損傷しながらも離脱に成功した。10日、 北緯08度01分統計136度37分、北緯8.017度統計136.617度、8.017136.617の、すり顔島南東300里地点付近でホーランリアから、レーテ島に向かう輸送船団を発見し、魚雷4本を発射。0810、イッシャーウッドの右を航行中の米戦車用陸艦。 LST-577 に魚雷が命中。光なりにより LST-577 は、船体後方3分の1が吹き飛ばされた。日没後、旅50は浮上する。2110、イッシャーウッドは 13km の距離に浮上した、旅50をレーダーで探知し、25ノットで接近する。1400m まで接近したところで、イッシャーウッドは、単焦島で、 旅50を捜索するが、見つけられなかった。一方、旅50は、左舷後方に、敵駆逐艦を発見し、深度120メートルへ急速先行する。イシャーウッドは、超音で旅50を探知し、爆雷を投下。至近で爆雷が爆発したため、旅50のバラストタンクの弁と潜望鏡が破損し、魚雷発射管から浸水する。 イシャーウッドはさらに2回爆雷を投下し、その結果オイルの匂いが辺りに漂った。3回目の爆雷攻撃の後、イシャーウッドは潜水艦を見失った。離脱後、旅50は浮上。被害調査の結果、後部艦板に爆雷の破片があるのが分かった。21日、北緯08度05分、統計126度17分。 北緯8.083度統計126.283度、8.083、十2 6 2 8 3, 3のミンダナオトを東方沖合で、イシャアウッドは LST-577 を砲撃処分した。その後、旅50は南西諸島周辺海域を紹介した。19日、九州南方沖で三方機に誤爆される。三方機は爆雷散発を投下するも、 旅50に被害はなかった。20日、クレに到着。26日、マイズルに移動し、修理を受ける。4月20日、旅50は、マイズルを出港し、文語水道を通過して、北大東島周辺海域に進出。28日、北大東島付近で、米機動部隊の推進機を登場したが、距離が遠かったため攻撃できなかった。5月4日、クレに到着。 20日、マイズルに移動。29日、旅50は、マイズルを出港し、南シナ海に進出。6月6日、台湾東方沖に移動。その後、沖縄とウルシーの間の海域に移動して、紹介を行う。7月3日、マイズルに到着。8月11日、旅50は、マイズルを出港し、翌12日に、ダイレンに到着。15日、 終戦を迎えると同時に、第34潜水隊が解体され、第15潜水隊に編入された。同日、両50は、大連を出港し、翌16日、舞鶴に到着。同年11月30日に除籍され、1946年4月1日、米軍による日本潜水艦処分作戦である、ローズエンド作戦に参加し、 五島列島沖で爆破され海没処分。撃沈総数は一隻で、撃沈トン数は1625トンである。平成29年9月7日、沈没艦の調査をしていたラプロンジェ、深海工学会が本艦及びその他の艦の艦種を特定したと発表した。これにより、沈没地点が特定された。2017年現在は、成立状態で沈んでいる。 ありがとうございます。